はい、どうも、お疲れ様でございます。舞姫大学の特別講義でございます。今回の特別講義ね、ナミさんの方から、あの、お送りいただいた、お金に嫌われる人の特徴5選っていうのがありました。まあ、ここでですね、別に上げ足取りをするわけではないんですけども、このお金に好かれる、嫌われるってことにフォーカスして、ちょっと皆さんと一緒にね、考え直していきたいと思うんですよ。というのが、お金っていうのは、まあ、無機質ですよね。人が作った物体です。 だから本来人格はないんですよ人格がないのになんでお金がねあこの人は好きだなぁと思うそしてこの人は嫌いだなぁと思う人格を持ってるかのように私たちは考えるのかなってことなんですよ、まあ、つまりねお金っていうのは人を好きになったり嫌いになったりはしないけれどもお金をたくさん持っているってことはあ人気があるなお金に囲まれてるなお金に好かれてるんじゃないかなっていうふうに こういうふうにね、あの、言葉をつけることによって分かりやすく伝えてるんですよね。じゃあ、お金に嫌われる人ってどういうことなのかっていうと、やっぱり私たちは嫌いな人のそばにはあんまり行きたくないですよね。で、嫌いな人にはなるべく関わりたくないし、関わるとしたら、お前なんて嫌いだとかね、お前はなんだこの野郎とか言ってからね、まあ、文句を言いたいわけですよ。つまり、ここで一つね、考えをまとめることができるんですけども、 お金に対して愚痴を言う、不満を言っている人ってのはお金が嫌いだってことなのかなと思うんですよ。でもお金が好きな人ってどうでしょうかお金に人格はなくても私もお金が好きです。ね。なんでお金が好きかっていうとお金によって助けられた瞬間がたくさんあるからなんですよ。ね。だからお金さんありがとうと思うんですよね。え、実はね、私10月11日誕生日なんですけどももうすでにいくつかプレゼントをいただいてるんですよね。で、そのプレゼントっていうのはあ もともとはお金だったわけですよお金が形を変えて私に対するプレゼントになってると思うんですよねそう考えたらお金ってものがあるから商品を買うことができてそして商品を買うと売った人にお金が入ってきて循環していって人のつながりもできるということだと思うんですよねだからまさにお金さんありがとうの連鎖があ今回は10月11日私のところにあの終点として集まってきたのが一つのプレゼントかなと思うわけなんですよね そう考えると、プレゼントが届くっていうのは、まあ、いろんな人とかあの、産業とか、労力とか、物流とかが、まあ、オーバーに言うと1点に集まったその瞬間なのかなと思うと、あの、やっぱりいただいたプレゼントにもね、様々なドラマを感じることができるかなと思います。そういう意味でも、お金さんありがとうっていうふうに、プレゼントを受け取りながら思うわけなんですよね。また今度逆に私が誰かにプレゼントを送る際にも、お金さんありがとうなんですよ。というのが、お金が手元になかったら、 あの人に気持ちを伝えようと思っても伝えようがないんですよね。例えば、バースデーカードをね、サラサラと書いて送る。でも、バースデーカードだってタダではないんですよ、ね。まさかね、広告の裏がタダだからって言ってピュッて取り出してそこに書くわけにはいかないですからね。やっぱりそれなりに敬意とか感謝を表そうと思ったら、そこにいくらお金を使ったのかってことは非常に重要になるんですよ。それこそ5億10億を使えってわけじゃないですよ。しかしですね、感謝や気持ちを表すのに、 100 1000円、1000円ですら使いいいいいたくななななっっってててううう気持ちっていうのは、は多分相手ににととプラスな感情にはならないと思うんですよね。そのぐらいお金って人と人との間の核を作ることにも関わってくるんですよ。ですんでなるべくならお金なんて嫌いだお金によって迷惑してるよっていうふうに考えるんではなくてお金さんありがとうお金によって助かりましたよっていうふうな気持ちを持つことがすごくね 大切なことなんではないかなと思います。そうなってくると、やっぱりありがたくお金を払わせていただく。ありがたくお金を受け取るみたいな形もできると思うんですよ。ね、お金は汚い、お金汚れてるっていうふうに考えてる方は、まさかもういないと思いますけども、うん、ここで一つね、私一つ概念にたどり着いたものがあるんですよ。というのが、日本人はお金を教育を受けてないっていう思い込み。 そんなことはないと思います。毎日お金を使えばそ、それが、自体が教育になりますから、何も教育ってね、学校で机にかじりついてってものだけが、勉強でも教育でもないと思うんですよ。日々の暮らし、営みが教育だと思いますし、レシートを受け取って、そのレシートのね、金額を見てお通夜を確かめる。そんなことですらもうお金の勉強だと思うんですよ。そう考えていくと、私たち日本人のほとんどがお金の教育を受けていて、その教育の密度の高い、低いはあれでも、みんなお金についてはね、あのー、 そこまで嫌悪感もなく抵抗もなく考えているんではないかなと思いますでさらにお金持ちに対して嫌な感情を持っているみたいに、えー、言葉はありますけどもまああんまりそれも思ってないんじゃないかなと、うん、っていうのがお金持ちってなんとなく人に対して思いますけども本当にお金持ちかどうかは分からないからなんですよ、ね、例えばソフトバンクの孫正康さん大金持ちのような気がしますけども孫さんの銀行口座は私たちは見たことがありませんからね ただ話にね、儲けてるだろうなっていうふうに聞くだけでね、はっきりわかりませんし、普段そんなこと思いもしてないでしょ。うん、ゾゾタウンの前澤社長ってのはいましたけども、銀行口座にあの自分のね、預金を書き込むところ5000億円だかなんかっていうのをちょっと公開しましたけど、YouTube でね。ああなるとはっきり、ああ、金持ちなんだなとわかりますけども、じゃあ、前澤社長に私たちはなんか怒りを持ってますかっ,ったら多分持ってないと思うんですよ。そう考えていくと、 お金持ちっていうわけのわかんない軍団に対しては嫌悪感を持つけども、お金持ち一人一人に対して憎しみを持ってるかって言ったら多分憎しみを持ってないんですよね。まあつまり個人を憎んでるわけではなくて、お金持ちというわけのわかんない、まさに私たちが刷り込まれたものに対して敵意を持ってるだけであって、じゃあ自分の身内が金持ちになりましたって言ったらいきなり嫌いになるんですかって言ったら嫌いにならないと思うんですよ。まあそういう感じで人格がないはずのお金に対して人格を埋め込んでるのはまさに私たちであり、それは一つね、 あの商品を売るるための方便ででもあるんですよ、まあ、例えば私がビジネスを展開してる時に多くの人にお金に対するメッセージをやっぱり送りますよねその時に「あなたはお金に嫌われてますよ」だからお金に好かれるためにはこれをやった方がいいですよ」って言ったらなんとなくその気になるでしょ。 あなたはお金に好かれてるからお金どんどん入りますよって言ったら、あーなんかちょっと得したなって気になるでしょ。そういう風に人の感情を動かすために、まさに感情のないお金に対して感情があるかのような演出っていうのは、これからも使えると思うんでね、どんどん使っていただきたいと思うんですよね。まさにビジネスっていうのは、人格がないはずのものに、どのように人格を持たせるかっていうことと、人格のあるものに対して、どこまでロジカルにね、合理的に人格から離れさせるのか、つまり感情論で語るなってことをね、言うわけなんですよ。 あの、一旦納得されそうな言葉ではあります。感情論で言うな、みたいなね。でも人間は感情がない瞬間ってないんですよ。だから討論になると感情は必ず出ます。ムカッときてね、何よってなったりとかね、非合理的な言葉を投げかけたりするもんなんですよ。それを込みでコミュニケーションですからね。だから感情を出しちゃダメですよって言ったら、これまたね、人間の討論になりませんから、AI と AI でやっとけばって話になっちゃいます。だからディベートってのは、 いかに相手の感情を動かして相手の胸をつくっていうかね隙を見せる見せるうん隙を見つけるかってことの勝負になってきますのでまさにディベートこそ感情の奪い合いビジネスこそ感情の揺れ動,動かし合いなのかなっていうふうに思いますけどねはいじゃあだんだんまとまりがつかなくなってきましたのでこの辺にしときましょうかいろいろとねあのお話ししましたけども何か心の中に残ることがあれば幸いでございますお疲れ様でした